どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日ハチッコカレンダーやっていきましょう。本日6月30日、6月の最終日ですね。本日の記念日、まず1つ目、ハーフタイムデイ。こちら面白いですよ。1年も残すところあと半分となる日。これで、6月まで終わって、ここから年末に向かってまた6ヶ月が始まるっていう日らしいです。すごい面白いですね。続いてトランジスタの日。おお、1948年のこの日、ウィリアム・ショックレー、ジョン・バーティーン、ウォルター・ブラッテンが発明したトランジスタが初めて公開された日を記念して。おお、来ましたね、記念シリーズ。すごいですね、面白いですね。トランジスタってそもそもなんだ。これちょっと後で調べます。続いてアインシュタイン記念日。アインシュタインってあの発明王、相対性理論のアインシュタインですね。1905年のこの日、アルベルト・アインシュタインが相対性理論に関する最初の論文を、運動物体の電気力学についてをドイツの物理雑誌アナーレンディア・フィジークに提出。おお、アインシュタインはね、ちょっと前なんですけど、あのシュタインズゲートにはまって、そっからちょっとこう興味を持ったかなと。あのタイムマシン作るっていうところにね、ちょっとこうあれがありまして。ちょっとあれ見てましたね。続いてが集団疎開の日。1944年のこの日、東条英機内閣が集団疎開の促進要案を閣議決定した日。ほう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 、その閣議決定があったっていうのはこの6月30日なんですね。で、以上が本日、6月30日の記念日になります。もう1年終わるんですね。半分ですよ。だってこの6ヶ月僕の中で結構あっという間に過ぎ去ってきたって感じがするので、そうすると残りの半年って、それもまたあっという間だと気がついたらね、きっと2018年最後のハチッコカレンダーですとか言ってそうな気しますね。早いですね。ぜひハチッコカレンダー見て、コメントなどしていただけると嬉しくて頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。